戦乱神楽ビーチビーチスプラッシュ。
エピソードを選びましょう。どうしたのですか、ユミ。いえ、少し気になることがあって。ミスター K たちが言っていた計画のことですか。ええ、そのことも気になるのですが、実はシキさんの様子が。様子？ユミちん、夜桜ちん、こんなところで何を話してるの。そろそろ予選3回戦始まるよ。いえ、何でもありません。っていうかさ、あのミスター K とミス R って超怪しくない？そうですね、何かの計画に私たちが利用されている、そんな可能性も考える必要はあります。じゃあ PBS はやめちゃうの？いえ、 PBS の参加は続けるつもりです。もしその計画が危険なものならば、私たちが阻止しないとなりませんし。だね。でもミスター K とミス R って悪いことをしそうな感じはしないけどね。変態っぽいだけで。私もそうは思いますが、注意はしておいた方がいいですね。オッケー、任せて。じゃあそのことをみんなにも伝えておくね。いつもの式と変わらない。いや、いつもよりテンション高めな感じがしますけど。そうですね、私の思い過ごしならいいのですが。みんなといっぱい遊びたい。
祈り耐えるよ。5、4、3、2、1 Here we go!
PBS には何か別の目的があるのでしょうか。やってることは完全にふざけてるのですが。わかった、つまり PBS の本当の目的がわかったよ。ほう、教えてくれ。これはきっとみんなでいっぱい一緒に遊んで仲良くなろうってことなんだよ。それなら隠す必要はないですね。何が目的なのでしょうか。楽しかった。やったやった、順調に勝ち進んでるね。喜びのはずだよ、ムラッチ。うぎゅあ、我のお面が。水着姿というだけでもこっぱずかしいのに、その上我のどうしようもない素顔なんかもこのお天道様の元で晒しちゃったら、我はもう穴でもドブでもすぐに入りたい。見ないで見ないで見ないでください、どうかお願いします。誰か我のお面を取ってくれたら嬉しいですけど。嫌ですよね、そんな我の汗やら何やらが染みついたお面を手に。ムラッチ、ちょっと落ち着きなってば。お面ならほらそこに。落とし物はこれかな、キューティクルレディ。息でいなせなマスクを for you。 感謝する。あらら、でもやっぱり隠しちゃうのかい。せっかくのビューティーがもったいない。愛と優の間には隠し事なんてノンノンだよ。隠し事ならノンノンですか。ならばお話ししていただきましょう。この P1 グランプリの真の目的を。あいたたたたたた、そいつは痛いところを疲れちゃったぜ。どうしたものだろうミス R。 どうしてそんなにアングリーフェイス。そんな顔してちゃミーの手汗がドントストップだよ。村雲にはビューティーとか言ってあげるんですね。私は言ってもらったことないのに。え、そういうこと。それはだってほらその年齢の問題ですか。はっきり言ってください。その方が私もすっきりします。年齢など問題ではない。君はいくつになっても美しい。そしてそしていや、今はよそ。こんなふざけた格好で言うことではない。だが
その時が来たら必ず。キリア先生、いや、ミスター K。 あの、私たちお邪魔のようですね。あっと失礼、退散するのはミーたちの方だ。さあミスアール、一緒にレッツドロン。はい、どこまでもお供させていただきます。何だったのでしょうか。結局何も聞き出せませんでした。今度会った時に聞けばいいっしょ。さあ次の試合の準備をしよう。落とし物だよ。ちょっと後で渡せばいいか。ん、これ手紙。あ、この手紙って。
みのりさん、どうかされたのですか？みのりなんでもないよ。何も隠してなんかないもん。何を隠しているのでしょうか？なんでわかったの？一人でこっそりおやつを食べたとか。みのりちんは食いしん坊だからな。そうなの。こっそりおまんじゅうを食べちゃったんだ。さすがしきちゃんだな。ありゃ、いつもと反応が違うし。みのりちん、マジで隠し事？大丈夫だから。みのりのことは放っておいてほしいの。何が出るかなって現れたのはあやめです。皆さん、いきなりですけど私と PBS してください。大会に関係なく乗り込んできたのか。我らも舐められたものだな。そんなつもりは。私、少しでも多く試合をしたいだけなんです。私、売り子ですっごく忙しいから、アスカ先輩たちの足を引っ張っちゃうかもしれなくて。だから少しでも練習したいんです。その気持ちはわからんでもないが、大会とは関係ない試合に付き合わされる身にもなれ。そんなこと言わずに協力してください。売り子の仕事が忙しいのは皆さんにも原因があるんですから。そうか、それは悪いことをしたな。いえいえ、商売繁盛なのは感謝感謝ですよ。話は分かりました。私たちと戦いたいというならお付き合いしましょう。ですが、手加減はしませんよ。望むところです。手加減されたら練習になりませんし。それじゃ、あやめ前し飲んじゃいます。その実力は確かなものです。ええ、一瞬たりとも油断はできないですね。いきますよ。発明家のそっくりのこの具足で。具足で蹴ったりするとペナルティをもらうぞ。
勝負だったね、あやめちん。はい、悔しいですけど、すっごく楽しかったです。皆さんのチームワークも素敵でした。それを言われるのが一番嬉しいかも。サンキュー、あやめちん。これで慣れますかね。慣れるって何がですか。友です。友、どこかで聞いたことがあるような響きですが。アスカ先輩とホムラちゃんをはじめとして皆さんは戦っているうちに友という関係になる。違いますか。どうなんでしょうか。私、ゴーバイブで一人ずっと思っていたんです。皆さんと友になりたいって。友じゃなくても普通の友達でいいのではないですか。もちろんです。普通の友達も大歓迎です。これからもよろしくお願いしますね。